こんばんは。こんばんは。はい、第4回目に、5回目ですね。はい、じゃあ第5回目の正夢ライブということですね。時間になりましたので、始めさせていただきたいと思います。いつもですね、プレイも歌わせてもらって、それからあと素敵なゲストの方に歌っていただくという形を取らせていただいています。で今月は、もう本当に超有名な黒さん。ちょっと多いですね。はい、超有名な黒さん、今月は来ていただいています。よろしくお願いいたします。はい、じゃあちょっとその前にですね、これを、お時間をちょっと頑張らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ1曲目、ちょっと僕自分で、自分っていうか一人でですね、ちょっと歌ってみたいと思います。今日唯一のフレームはカバーになります。小袋の風という曲です。場所も見えなくて
はい、ありがとうございました。じゃあここからですね、あのオリジナル、どんどんいきたいと思います。次の曲はハーモニーという曲です。聴いてください。
とうございました。はい、ありがとうございました。はい、ですね、オリジナルが多いので初めて聞かれる方も多いと思うんですけど、何回か来ていただければ覚えて少し覚えていただけると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。愛の倒幕もお任せしますからね、歌ってくださいよ。午前中に宮殿祭りがあって、それのドライブに参加させてもらいに行ってきました。でね、早く着きすぎて、本番前にちょっと時間があったから、歌の練習をしよったら、お腹が空いてきて、お腹空いたなって言ったら、外でね、もう向こう夕立ちがすごかったんですよ。なので、ちょっと外にも行けなくって、そのまま本番に行って、本番が終わって、ちょっとご飯を食べました。ご飯なんだったんですかね。いきなりステーキで450g 食べました。すごい、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 すごいな、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 ごめんね、バラしてね。いいえ。はい、というところでですね、久しぶりやねんけどね、うん、はい、じゃあですね、このまた僕の方が歌いたいと思います。声が聞こえるときも聞いてください。それは一本の電話だった、遠く離れた街にいつも無口な弟とひどく回ってた声、すぐに電車に飛び乗った、あまりに普通にないな、高く抜けるように鮮やかな四月の青い空、今でもね思い出せない、静かに僕を待つあなたの白い部屋、その道をあなたの声が聞こえる、会いたい時はいつでも、ふっと見上げた雲が少し
長い曲なんでですね、はい、歌わせていただきます。揃いました。高校の同級生です。はい、じゃあですね、次の曲、これは唯一のアップテンポの曲になりますので、よかったら手拍子もよろしくお願いします。はい、曲名は、はい、レイズです。聴いてください。ラスト2の曲ですね。
じゃあですね、僕たちはクレーモアというグループ名でですね、やらせていただいてます。意味合い的にはですね、よく聞かれたりすることもあるんですけどね、中世ヨーロッパ の剣ですね、両方とも歯になっている剣のことをクレーモアと言ってですね、まあ、今聞いていただいて2人とも一応、まあ、メインを双方取りながらということで、まあ、両方なんとか歌えますよということでですね、そういった意味合いも込めてクレーモアという、グループ名にユニット名にしています。まあ小板喧嘩も特にね、こちら県北方面が主なんですけど、頑張ってやってますし、こちら東幕坊さんで、今日は第3あ土曜日ですけどね、通常は第4土曜日ということで、毎月定例で正夢ライブということでですね、やらせていただいてますので、今後とももしよかったらよろしくお願いします。よろしくお願いします。来てね、はいはい、じゃあですね、次の曲、これですね、もう2年ちょっと前になりますね、先日も大雨で被害を、大変な被害を、ね、受けられた方たくさんいらっしゃいますし、2年ちょっと前のですね、熊本大分地震、あの時にですね、やっぱりすごく被害を受けた方いらっしゃって、まあ、そういった方々に向けて少しでも気持ち伝えられたらなということで、作らせていただいた曲があります。エターナルボンズという曲、永遠の絆という、曲ですね。聴いてください。
最後の曲になります。この最後の曲ですね、一応こちら東学坊さんでしか歌っていない曲でですね、あのこちらにですねちょっと歌詞を出しております。はい、愛の倒幕録と言いますね。こちらですね、あのライブの打ち合わせ等ですね、あのこちらのマスターとさせていただくときにですね、あのなんか、あの初回のですね、ライブの時の時がもうちょっと動かして、初回のライブの時にですね、打ち合わせの時にあのテーマ、あー初回のライブですね、テーマがなんか知らんけど、あの愛、ね、愛、うん、愛のなんか倒幕号みたいな歌ができたらいいなって、うん、そうですね、テーマが愛で、そのままなんでか、あの愛の倒幕号の曲ができたらいいねということでですね、それで、なんかできてしまいましてですね、でこちらのですね、あのマスターが、この緑の丸に注目してください。では全部読んだら、はい、あの Facebook とかですね、こちらの Facebook、の方とかですね、見ていただければ、あのご存知の方も多いかと思うんですけどね、あのマスター通称豆おやじさんということでですね、それをあのちょっと左端にちょっと散りばめてみましたのでそういった形の曲になってます。はい、はい、じゃあですね、愛の倒幕号最後の曲になります。聴いてください。皆さんぜひ歌ってください。頼みます。あ、そうか、そうか、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ行きます。